どうも、あいちです。今回プチ相談なんですが、ホワイトボードを使ってやらせてください。で、プチって言ってるんですけど、ちょっと2個の相談に答えるので長くなります、きっと。ちょっとそこら辺お許しください。で、今回何かっていうと、夏休みで、まあ、ね、受験生の方からなんですが、基礎力をつけたい。今現状あんまり、まあ、成績が良くないという状況で基礎固めをしたいんだけど、どうやったら基礎固め、基礎力をつけることができますかっていう方、これも多くいただいてる。で、もう一個は、今ある程度成績が取れてますと。でも、まあ、基礎はできてると思うんだけど、その、まあ、ね、できてと、成績がそこそこ取れてる分、志望校も高めなので、応用力がないと戦えないんだよね。その志望校を受かるためには。で、応用力をつけるためにはどうすればいいんですかっていう相談もいっぱいいただいてるので、ちょっと分けて話します。二つ。で、それ両方まとめて一本にしちゃうから長くなるんだけど、よかったらね、お付き合いください。では、まず基礎力です。で、こっちで話すこともきっとこっちの、ね、目指してる方にも参考になると思うので、よかったら聞いてみてください。で、まずは、まあ、自分はよくね、例えを出しますけど、もし今この、まあ、資格がありますよね。これを全部、覚えた状態、まあ、埋まった状態にすれば、完璧だとします。その科目が。まあ、数学にしましょうか。でも、できないかところ、まあ、単元がね、あったりすると、それが穴になってると。例えば、じゃあ何がいいかな？じゃあ比例反比例、比例とかにする？じゃあ比例の部分が、これ穴ね、穴が開いてますと。で、1年生の体積のところも苦手なんだよなと。体積もできんと。で、3年生だったら因数分解、展開とかね、あの辺も不安だわ、みたいな。こうやって穴が開いてる。もちろんいっぱいあると思います。苦手単元、人によってはね。で、この穴をどれだけ埋めれるかによって、その入試本番で戦える量が変わってくると。結局は、まあ、自分が穴に落ちるっていうのは、入試本番で苦手単元が出てしまうことを穴に落ちるっていうんですけど、穴に落ちてしまうと本番取れないわけですよ。でも、その保証はないわけ。全部埋めれば、完璧にすれば当然解けるけど、そこまで持っていくのは大変だと。だから穴を全部埋めれたらもちろんベストだけど、そこまではいけない。じゃあ、そのいっぱい、まあ、今3つしかないけど、穴がいっぱいあった状態で、どっから埋めていくのっていう優先順位が大事なわけ。ちょっと書いておくか。優先順位。これを決めなきゃいけない。やる順番ですよね。まあもちろん今書いた3つ全部大事なんで、どれとは言いにくいんですけど、まあ、そのね、地域差もあるんでね、どれが出やすいっていうのはあるけど、まあ因数分解なんて確実に出る。で、因数分解は他の単元でも使ってるから、ここ逃すとかなり落とすんだよね。じゃあ自分だったらまあ因数分解からやるかと。じゃあここの穴を埋めてこうぜって。よくね、やりがちなミス、特に基礎力で迷ってる子なんかのミスは、まあ単元にもよるけどさ、例えばね、本当にその単元ね、苦手って言ってるけど、そんなに出題されなかったりとか、いやいや、基礎割とできてるよって。今あなたがそのなんか迷ってるのは結構難しい問題だよみたいのに、すごい粘ったりする子がいます。だから、基礎ができてる分、穴はちっちゃいわけよ。でも、穴がちっちゃいんだけど、まあ難しい問題やってるから時間はかかるわけ、習得するのに。で、このちっちゃい穴をすげえ頑張って埋める時間と、きっとこの因数分解の基礎の部分を埋める穴の労働力というか、時間だったらあんま変わんないんだよね。だったらこっち埋めようぜって広いところ。それが優先順位を決めるっていうところになる。ただ、いやじゃあどれからやっていいかわかんないっすよってなるかもしれないんで、その時は頼れる大人がいるんだったら、例えば学校の先生、塾の先生、先輩とか自分の親とか友達の親とかでも構わない。受験に詳しい方がいればね。に、その地域の差があるからさ、それで、例えばここね、自分と向き合って、この単元し復習しなきゃなって、まあ、リストアップするじゃん。いくつかね、こう出してって。これどっからやった方がいいっすかねって聞いたらいいんだって。頼んなきゃそこは。しっかり大人を。で、もし、その頼る大人がいねえと、誰も信用できねえと分かんないけどね。いなかった場合、そしたら、例えば書店とか本屋さん行ってね、参考書あるじゃないですか。で、参考書いろんなもんがあります。で、いろんなもんがあるんだけど、もうひとまずその基礎力を固めるっていう特化してる参考書ってあるんですよ。もうタイトルに書いてある。基礎固めみたいな。そう。で、難しいのは難しいって書いてあるから。で、どう見てもその基礎の問題がいっぱい載ってるなと。で、みんなが開いた時に、いや、これちょっと簡単すぎねみたいな。この簡単なのやったって受験意味ないんじゃねえかなみたいな思うかもしれないんだけど、その簡単なのでいいの。それをやること、それをまず完璧にしていくと。その参考書に載ってるものをどんどんやっていくと。これを、繰り返しやっていく参考書。点がいい。そう。まあ、基本的に参考書に載ってるものは、出題率が高いものが優先的に載ってるので、それをやり込むのがいいと思います。もし優先順位決めるのが厳しかったらね。基礎力
力を固めるっていうのは、まあシンプルに言うと、まあこれ当たり前のこと言ってるように感じるかもしれないけどね。知識を増やす。これが基礎力なんです。で、知識っていうのは、例えば、まあ、単語、まあ、言葉だよね。まあ、単語とか言葉だったり、あとは、まあ、数学とか理科だったら公式とか。この辺をどん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 覚えていく。どんどん覚えていくの。で、これは中学生だったら自分動画使ってもらっても構わないし、もちろん問題集とか、塾に行ってる書き講習の問題とか何でも構わないんで、どん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 言葉、知ってる言葉と公式を増やしていくの。これが基礎力。いい？ただ、覚えておいてほしいのは、言葉と公式をひたすら覚えただけ。覚えただけじゃ得点はすぐには伸びないです。なかなか。伸びる科目もあるんだけど、なかなか伸びない。そこは苦しいところだけど、でも、これを増やさなかったら、次の段階にはいけないんだよね。で、その次の段階をクリアして、やっとちょっともうと得点が伸び始めてくるわけ。そう。じゃあ次の段階何かっていうと、知識増やすでしょ？そしたら、問題を解くの。ね、また当たり前のこと言ってるでしょ？でも、これが大事な。まあ、ぜひ、まあ、セットにやっちゃえばいいんだけどね。その公式を覚えた時にその公式を使った問題を解くってセットでやってもらったら一番いいんですけど、ここを、だって問題解くにはさ、こっちがなければ、言葉の知識とか公式を知らなければ解くことなんて絶対できないわけ。だから、ここまでちゃんと覚えて、いっぱい言葉を覚えて問題を解くとこまで行く。で、問題を解いて、それを、いつも言うけど、定着させる、ちゃんと。勉強っていうのは新しい言葉を覚えたり新しい問題を解けるようになることが勉強ではあるんだけど、もう一個の側面としてはできるようになったことを忘れないようにする、定着させるっていうことをしっかりしないと、やってもやってもどんどん抜けていくから、そこも意識しながら、やることいっぱいだよ、いっぱいだけど、そのやることいっぱいなんだけど、それを頑張って優先順位を決めてほしいわけよ。いいかな。ちょっとごちゃごちゃ話しちゃってる感じがするんで、シンプルに伝えると、ひとまず自分でまずやることを決めよう。それが優先順位がもしかしたら人から間違ってると言われるかもしんないけど、自分で決めたことを信じてやったらいい、そこは。こっからやっていこうって。人は一気にはできないです。10日間ね、いろんな科目うわーってやって、すげー全部科目伸びちゃったとかないから。一個ずつ科目をこなしていくしかないんで、やってって、とにかくもう時間をかけて頑張って繰り返して知識を増やしてください。言葉、知ってる言葉を増やす、公式を。で、それを使って問題を解いて定着させる。一回やった問題をちゃんと繰り返して後でもできるようにするっていうことをいっぱいやる。そのやった分だけ穴が埋まっていくから。いろんな科目においてね。っていう風にやってみてください。これがひとまず基礎力固め。がっつり話すとですね、もっと長くなるんで、ひとまずここまでさせてください。いいかな？もう8分だって、ごめんよ。こっちの方ごめんね。こっち行こう、応用力行きましょう。で、応用力に関しては、まあ、やることは一緒なんです。いや、一緒なんですけど、これが大体、まあ、埋まってるんですよね。そこそこ埋まってる。でも、やってほしいのは、やっぱり穴はあるはずです。科目によっては、苦手な単元とかはあるはずなので、きっちり、まず、これはね、基礎の固めたい子も同じなんだけど、自分と向き合ってください。で、その自分と向き合うとき、特に中学生にありがちですけど、自分をめちゃくちゃ過小評価する子がいます。自分なんてとか、まあ、特にこっちだったらもう自分なんてバカだしとか、言い始めて、まあ、あれも無理、これも無理で。そうじゃなくて、ちゃんと今の自分の状態と向き合ってほしい。で、こっちの方で例えるんだったら、何が苦手なのか、何が得意なのか、それは数学がとか、英語がっていう科目ではなくて、ちゃんと単元で言う。数学の中でも、例えば2次関数は得意、いけるんだけど、とか、体積、その図形問題、体積のとこまずいな、とか、をはっきりさせて、基礎がちょっと危ねえかなと、穴開いてんじゃないかなと思うもの。それは、開いてるんじゃないかな、不安だな、ぐらいでもきっちり固めに行こう。それ開いてるからきっと。もう不安に思ってる時点で空いてる。自分だって得意だと思うものでもやるもん。俺関数すごい得意で、当時から好きだったんですけど、関数得意でも、出題率が高いんで絶対やるもん、何回も。穴空いてんじゃないかな、できるのあんじゃないかなって不安になるからね。まあ、ひとまずここから、まあ、自分と向き合ってやるべきこと、基礎固めがあるもあるんだったらそこをやっていこうと。で、もう一個です。応用力をつけるためには、大事なことは経験値です。経験値を増やしてほしい。
これ何かっていうと、とにかく難しい問題、多少ね、それは超難問とかじゃなくていいから、ちょっと難しい、まあ応用問題と言われる類の問題をとにかくたくさん解く。これが大事です。ただそのとにかくたくさんっていうとがむしゃらにねどんどん解きたくなるんですけど、そうじゃなくって、まあここと一緒だよね。やっぱり応用問題になればなるほど、やっぱりその入ってる情報量が多くなります。一問に対してそんなにすんなり覚えらんない。で、ある程度基礎が固まってる子っていうのは勉強のそこそこ自分のペースとか勉強の方法もつかめてるんで、ある程度その回答を読んだ時に、あ、オッケーオッケー、そういうことか、なるほど、ここの部分がちょっとできなかったんだね、じゃあ次大丈夫だわってなりやすいんだけど、そのあ、オッケーオッケーって理解力が高いんですよ。瞬間理解がすごく高い。その分抜けるよ。そんなに簡単に定着しない応用問題って。だからこの部分をやっぱりきっちりさせる。いい？やった。一問に対する労働力が多くなります、応用力の方が。だからこそそれを無駄にしない、ちゃんと定着させるっていう。繰り返す回数だったらこっちより多分多いよ。応用の方が繰り返した方がいい、何回も同じ問題をってぐらいにやっていく。で、その実際ね、その受験本番の時に、まあ基礎問題は落としちゃダメだよね。そこは頑張って取りに行くんだ。ケアリスミスも防ぎに行くと。で、応用問題をどれだけ取れるかで、まあ志望校合格が近づきますよね。で、結局は、その一問解くと。じゃあ、ある一問を解きましたと。で、全く同じ問題が出れば、それは解けるよね、受験本番。OK、ラッキーになるけど、まあそうはいかないと。ただ、類似問題。まあ似てる問題だよね。っていうのは出てきます。この類似がいけるかどうかなんだよ。で、類似がいけるっていうのは、この問題、1問やったら、じゃあその類似問題が何問かあるとするでしょ？じゃあ3問あるとするじゃん。この1問を習得することによって、1、2、3、4、この4つの、まあ、類似問題も含めれば、そこまで対応できるようになる。だから、いっぱいこうやって応用問題、そこから派生するのが何問かはわからないけど、をちゃんと習得することによって、それの類似問題まで、で、そうすればカバーできる範囲が増えていくわけ。たまにね、その夏休み頑張っていろんな問題解きましたと。で、夏休み明けのテストとか模試で解けなかったと。応用問題が。意味なかったんだ、今までって。違うんだって。応用問題でもいろんなタイプがあるの。問題でも。そんなにシンプルじゃないから、中学校範囲でも。いっぱいあるタイプは。その中で自分がこうやってね、いっぱい増やしてきたわけよ。こうやってカバーできる問題を。でも、出てきた、出題されたのがここだったんだよ。カバーできなかっただけなんだって。いいかな？まあ、自分が口癖で言いますけど、この時期もう受験生になったらできない問題との出会いはラッキーなんだよ。いい出会いなの。なぜならできなかった問題に出会えたら、それできるようになったらまた類似が増えてくんだよ。こうやってできる問題がラッキーじゃん。受験本番の時に解ければいいんだって。模試で解けなくたって、まあ、模試がね、模試の結果がさ、その志望校のなんか合格判定に入っちゃう方もいるかもしんないけど、いいかい？だから夏休み明けのテストの時にもしかしたらシュンってなる結果になるかもしれない。それでも確実に定着させれば実力は増えてるんだから、こうやってできる問題増えていく。そのためにもきっちり問題数をこなしていく。問題数をこなしていく中で定着させてるんだっていうことをちゃんと確認しながら、把握しながら、そこでかなりこうデリケートにやってください。定着してるかどうかって、応用力の方は特にそう。いいかな？っていう風にやってもらえれば花が咲くから、受験本番の時に。いいね。基礎固めが必要な子も、応用力が必要な子も、こういう風に、まあね、これはほんとざっくりな説明で申し訳ないんだけど、ちょっとでも、まあ参考になったら嬉しいです。はい、ということで、ちょっとね、長くなりましたが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。